はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、12月のセレクトボックス評価ってことで話していきます。で、結論としては、ここにも書いてある通り、ユキエルは取れってことでもう命令系ですね。はい、なんでそうなったかっていうのを僕の実体験と共に解説していきますので、よかったら最後まで見てってください。で、今回のセレクトボックスが12種類ですね。こちら、えー、ウィンターシンデレラ、ウィンターオーロラ姫、ユキエルコンスタンス、ダンシングジーニュホイップ、パフィーフェ22番セス,ス、マーリン、フリック、バーステ、 アナの12種類になっておりますでこの中のツムがね、まあ、スコア面で見れば、一応ね、ウィンターシンデレラ。まあ、この12種類の中であれば、ウィンターシンデレラが一番取れるかなって感じですね。僕がね、まあ、5000万近く取ってて、めちゃくちゃ上手い人だと、7000万とか、まあ、取ってはいるけど、まあ、今回ね、12月の新ツムがね、あの、ベル野獣とか、 いたでしょので、まあ、そっちの方がね、全然点数取りやすいです。まあ、僕ね、スキルマックスで1億とか取ったんですけど、まあ、そっちの方が取りやすいし、まあ、低スキルからでもね、ブランドヤジは点数取れるってところと、まあ、ウィンターじゃない普通のシンデレラ。まあ、ここにもいるけどね。普通のシンデレラの方がね、もう全然、もうさらに上取れるので、 まあ別に狙いどころじゃないですね。はい。今回の狙いどころは、まあコイン稼ぎ面でもう雪の女王エルサです。雪エル。ね。この雪エルが、もうコイン稼ぎにおいてはもう環境トップクラスです。まあ言うならば時代と同じぐらいですね。僕の中では時代超えてるんですけど。なのでもう引く価値しかないです。もう引く価値しかない。もう2回言いましたね。で、いつもだったらね、まあイベント面ってことで、まあミッションに活躍するツムとかもね、いろいろ言ってるんですけど、まあフリックがね、変化圏 でロングチェーンできたりダンンンンシググーロチェーンと大積ム生成とかホイップがあのコンボ稼ぎとかいろいろ言うんだけど別にそんなことはもうどうでもいいのユキエルさえいればなのでまあそこら辺はね別のツムで全然代用できるのでもう何よりもコイン稼ぎ他に代用が効かないというかまあ重要なコイン稼ぎについて話しますでユキエルのね何がそんなに強いのかってところなんですけどもうあ 圧倒的にね、コイン稼ぎ効率がいいです。まあ、トツなのはガストンのスキルマックス。これ僕がやってるね、30分コイン稼ぎ効率の表で、さらに、ね、1分効率まで出した表なんですけど、まあ、ガストンがね、えっ、ー、と、30分で13万稼ぎしてて、まあ、1分あたり4000枚ぐらい稼ぐんですよ。もうこれがダントツです。このゲーム。ツムツムの中で一番効率がいいツムなんですけど、はい、その2番目に来ますね、ユキエル。僕が検証した中では2番目。 ね、スキル6、スキル5で、ね、いますね。30分で9万稼ぎくらいして、まあ、1分あたり3300とか3000くらい、なります。で、その次にジェダイなの、僕。まあ、ジェダイがね、そこまで得意じゃないってところもあって、これね、だいぶ前の検証なので、まあ、平均15000で1分あたり2900ですね。これね、前、裏でやった時ね、18000くらい。 平均と30分で10万8000くらいだったので、まあそれね、時間で割ると、だいたい3200とか300かな、なったので、まあ雪入ると時代同じくらいにはなってきます。ただそのね、あの、まあジェダイもね、1年に1回お正月くらいにしか復活してないので、そのツムと同じくらいの強さがあるツムなので、やっぱ やっぱりこのね、コイン稼ぎ効率、コイン稼ぎ性能としてはもうピカイチなので、僕はすごく推してるんですよね。で、他のツム見ると、まあ、アナキンがいたり、魔女がいたり、まあ、報酬ツムでも復活はほぼないと思う、バッドハットミニ。で、ホリデーティングが今回ね、めちゃくちゃいい結果出してるんですけど、まあ他にも強いツムたくさんいます。ダルマミッキー、ジオアンド、カーガーミー。まあ下の方を見るとね、エージェント P だったり、まあラグビーミッキーはちょっと効率落ちちゃうんだけど、まあね、 えっと、限定ズムで、めちゃくちゃ強いズムがいるんですけど、ま、あそれを差し置いてもね、ユキエルがね、ここに踊り出るくらい強いのは間違いないので、この強さをね、みんなにぜひ知ってほしいんですけど。で、今回ね、ユキエルが復活したことによって、多分みんなが考えてるのがこれだと思うんですけど、もうすぐお正月3ヶ日のセレクトボックスあるのに引くべきかどうかってところなんだけど、個人的には引くべき。 ね。もうこんだけ、まあ、強いチームが復活してるので、取らない手はないです。で、まあ、持ってるとしたら、まあ、無理して引くことはないと思うけど、ま、ゆけるも未処置の状態であれば、1体は絶対引いとくべき。で、お正月が、例年通りだったら26種類のセレクトボックスになるんだよね。えっ、ー、と、去年、違う、今年、去年か。がそうだったんですけど、まあ、今回のね、セレクトボックスはいつも通りの、普通のセレクトボックスなので、まあ、12種類。だから確率的にはこ、 のの方が絶対いいのあ他26種類のセレクトボックスお正月だったらこのラインナップの中にもっとね強いツムたくさんいるとは思うんですよ。例えばねアナキンが復活したとして同じボックスの中にジョーアンと鏡がいるとかそういう可能性も考えられるけど実際そんなにたくさん持ってても使うツムって結構限られると思うんですよね多分自分に合ってるとか いろいろあると思うんです。まあ、例えばね、あのね、僕のサブアカウント。えっ、ー、とね、今、まあ、ユキエルスキル5で持ってて、ラグビーミッキーもスキル5で持ってて、ガストンもアナキンもスキル5で持ってるんですけど、使うのは僕ユキエルだけだから。こんだけね、いろいろね、強いツムとかいるけど、結局使ってるのユキエルだけなんですよね。もちろんね、人によって、その、ユキエルがだんだん飽きてきたからアナキン使うとか、うん、そういう考えはあるけど、多分自分が気に入ったツムばっか使うと思うので、大半は。 大半は <laughs> きっと <laughs> そういうことにしとこう。なので、まあ、そんだけ強いツムが復活したとしても、使う場面っていうのはそんなにない気がします。 そんなにね。っていうんであれば、今回のね、セレクトボックスで、まあ他のツムね、全然使えるようなラインナップではないんだけど、単純にユキエル強いツムを狙うだけであれば確率は高いので、うん、今回のは引いとくべきじゃないかなと思います。で、ユキエルを押す理由がね、いろいろありまして、まずね、ワンプレイが短いかつ楽です。まあ楽に感じるのは個人的なところなんですけど、あとはね、ジャイルを使わない。 さっきね、強い積むジェダイとかアナキーンっていうのは、ジャイロが必要になってきます。ジャイロ操作。端末を、あのー、垂直に持ってやらないといけないので、それで傾けたりするのが必須になるので、それを使わないっていうのがまず楽。まあ、手間が増えるんだよね。ジャイロを使うことによって。まあ、それを使わないから楽。で、スキルがほぼ回ります。何も考えなくて、 でもスキルが基本的に回るので、まあ、よっぽどマイツムが少ないとか、うん、あのプレイでミスをしない限りは基本的に回りますであとねゲージの繰り越しを考えなくていいってところもでかいねあのジェダイとかアナキン、まあ、比べるのがここら辺になっちゃうんですけどここら辺のツムもスキルの回転率はめちゃくちゃいいんですよいいんだけどスキルの回転率を良くするためにゲージの繰り越しっていうテクニックを使ってるんだよね うん。だけど、ユキエルはそれが必要ありません。もう普通に氷パリンパリン割ってるだけで、スキルが回るので、考えることが一つ少ないです。何もしなくていいんです。ただ単に、謎って氷割ればいいだけなので。で、あとね、ボムキャンもいりません。これが何かっていうと、まあ、この間ね、やった、ホリデーティンク。まあ、昨日、投稿したやつなんだけど、ホリデーティンクがね、えっ、ー、と、ま、ユキエルに似た感じの流れなんだけど、チェーンをして、 はい。こうやって30、40消去くらいするんだけど、これをね、えっ、ー、と、ただのチェーンのスキルなので、この後ね、ボムを割んないと、チェーンの演出が長く入っちゃうんだよね。だからチェーンをしてボムを割る、チェーンをしてボムを割る。ボムが必須になります。ボムがないと早くコインが稼げないと。こういう感じ。なんですよね。ただ、ユキエルに関しては、 これだいぶ前の動画ですけど、あの、30分効率の一番良かったやつね。このボムいらないんですよ。ボムがいらないので、ボムを用意することもないし、まあ、ボムタップミスとかもなくなるので、そこら辺も、あの、非常にプレイが楽。うん、ボムがいるかいらないかって楽だよね。で、こうやってね、あの、スキルゲージの繰り越し意識しなくてもスキルが回るので、1回、これミスってるか、2回、3回。 で、スキルが回るんですよ。<laughs> ただ氷割ってるだけでスキル回るから、よっぽどのことがない限りスキル回んないなんてことはないからね。だから、意識することもとにかくチェーンして、あの、氷割ってればいいだけなので、盤面さえ見てればいいんだよ。本当に楽。 で、そのユキエルがスキルレベルいくつから強いかって話なんですけど、一応ね、スキル4から強いです。効果時間間に合えばってところなんだけど、スキル4だとね、効果時間がちょっと短いので、シビアになってきます。ただ、さっきね、見せた動画のように、これスキル6なんだけど、効果時間的にはこのスキル6と同じことできます。2箇所なぞって40消去ぐらい。まあ、効果範囲もちょっと狭いから、長めに繋がないと40消去できないんですけど、 とりあえず同じような流れが一応できるのがスキル4。なんで、ここら辺でね、効率がね、だいぶ上がってきます。で、まぁ、あ、やったのがね、こっち。うん、ゆけんのスキル4で時間効率でね、この25番くらいまでいるので、周り見るとね、パレードアリス、コブラジャファー、スタリッシュクレーラ強いって言われる縦ライン消去、あとリドルとかもいるよね。うん、スキル4でここら辺と同じところまで来るのって、うん、どんだけ強いかがよくわかるね。 で、もう一個ね、スキル5で完成形になります。効果時間系なので、スキル5で効果時間が間に合ってしまえば、スキル6にする必要は特にないね。スキル5もスキル6も僕はほぼ同じくらい稼げてるので、なんでスキル5からスキル6でね、スキチケ20枚必要なんですけど、その20枚別に使わなくてもいいんですよ。うん、だからスキッチケに優しい。 アナキンとかだと、必要ツムが変わってくるので、スキルレベルで。はい、またこっち、ごめんね、行ったり来たりして。スキル5で必要ツム16かな。で、スキル MAX で必要ツム14になるので、やっぱ、6にする必要が出てくるんですよね。で、まあ、ジェダイとかも消去範囲が一応 M から L に変わるので、まあ、そこら辺も変わるんですけど、ユケエルに関しては、効果時間、 まあ一応コール範囲も若干変わってるけど、まあ効果時間の方がでかいので、必要なのは、うん、スキル5で間に合ってしまえば、無理にスキル6目指さなくていいってところを考えればね、まあ5と6の性能差があんまりないっていう点ではね、うん、この点も優秀かな。他のツムに突きつけを割くこともできるので、まあ好きなツムとかね。スキル5で完成形なのはかなり大きいところ。で、最後なんだけど、 これね、僕の、まあ、実体験というか、このね、サブアカウントをもう作ってそろそろ3年経つんですけど、もうサブアカウントのコイン稼ぎがね、行ける一択です。他にもね、強いの、まあ、さっきも言ったけどね、他のツムいるんですけど、ガストンのスキル5がいたり、アナキンのスキル5。ま、ここら辺はね、スキルマックスにはしないんですけど、サブアカウントの関係でね。まあ、メインアカウントが全部スキルマックスなので、 まあこっちではスキル MAX は基本的に作らないんですけど、まあスキル5がいたり、まあラグビー、まあハムも今回ちょっとスキル5になったんですけど、あとジェダイのスキル4とか、まあまあレドラもいるし、えっ、ー、と、あとなんだっけな、まあたくさんいるんでコブラもいる、エージェント P もさっきいた、スキル3だと邪魔れとか、あと何かな邪魔れと、えっ、ー、と、まあダルマミニ魔女とか、たくさんね強いツム持 ジョアンの鏡もいるね。でところなんだけど、実際使うのはユキエルしかいないんだよね。まあ、効率面が一番この中でいいし、まあ、使いやすささっきのジャイルを使わないとか、いろいろそのスキルが回るだとか、いろいろな面見てもユキエルが圧倒的に強いので、もうサバアカウントはずっとユキエルです。ここ1年2年かな。 このアカウント作ってから確かね、すぐにユキエルが復活してて、まあそこで引いてもそこからずっとユキエルなので、もう本当に助けられてるんですよ。<laughs> このアカウントはユキエルに。まあもちろんね、イベントとかのミッションで他のツム使うとかはあるんですけど、まあ黒いツム使ってとか言われたらユキエルじゃ無理だからね。もちろん。ただそれ以外のところはね、もうユキエルでご利用ししちゃってるので <laughs>、もう本当にこのツムは僕の推しです。 押させてください。皆さんもちょっと押してください。まあ、もちろん、ジェダイとかも強いんだけどね、使わないんだよね。やっぱ、ジャイロ系って大変だから。普段使うってなったら、やっぱ、3分で8000、9000稼ぐ雪色使っちゃうから、もちろん、ジェダイにさっき12000円とか1万枚超えるのも魅力っちゃ魅力なんだけど、なんか手間を考えちゃうとね、雪色になっちゃうかな。で、ああいうね、雪色とかがね、まあ、氷割って、 あ、つないで氷作って割るだけのなって作業に感じるっていうコメントとかもね、あるんだけどガーストンとかもそうだけどね。ただコイン稼ぎで作業化できるってめちゃくちゃ楽だと思うので僕は。他のこと何も考えなくていいってことだから、もう淡々どインを稼げるので、僕は本当にもう何でも言うけど、ユキエる推し です。なんかね、もう、ユキエルじゃないとね、損してる気がする。うん、例えば、ラグビーミッキー使ってるとユキエルだったら9000稼ぐのになとか <laughs>、思 <laughs> っちゃうし、ジェダイ使ってるとユキエルだったらもうプレイ終わってるよなとか <laughs>、そうやってすぐ考えちゃうから、うん、ぜひ、もう、今ね、持ってない方、今考えてる、ちょっと迷ってる方は、まあ、逆に、まだね、お正月まで、 時間があるので、これゲットして、例えばスキルチケットはね、もし余ってるんだったらスキル5くらいまで上げちゃって、12月まであと20日くらい3週間くらいでも全然溜まると思うから、これは引いた方がいいよ。まあレア度感で行くんだったら、ユケールはね、結構復活してるってところもあるけど、で、ジェダイがね、お正月にしか復活しないきっとね、まあ、今回もきっと復活するだろうけど、 ま、レア度感で行くんだったらもちろんジェダイにはなるけどね。ただコイン稼ぎ性能で言ったら同じくらいなんだから、僕は別に、別にっていうかこっちですね。もう使いやすさ含めて。はい、ま、そこら辺はね、自分で考えてってところなんですけど、僕はとにかくね、ユキエルに助けられてるし、こっちのサブアカウントがね、もうユキエルでめちゃくちゃ活躍してん、んユキエルがめちゃくちゃ活躍してるのって、 で皆さんもねこのユキエルのね魅力に惹かれて使ってみてくださいではありがとうございましたバイバイ